皆さんこんにちは。11月26日日曜日、ミルクのラジオタイムです。この時間は手帳と文房具が好きなミルクが趣味の話や日常の出来事などを自由に話すゆったりとした配信になります。家事をしながら、また手帳を開いて書きながらなど作業しながら聞き流してもらえたら嬉しいです。インスタグラムを中心にいただいたご意見やお便りもこちらでご紹介させていただく場合があります。皆さん気軽にメッセージを送ってください。それでは少しの時間ゆるくお付き合いください。ミルクのラジオタイム第4回スタートです。改めまして皆さんこんにちは、ミルクです。いつもインスタグラムで見てくれている方、また初めましての方もどうぞよろしくお願いいたします。さて皆さんお久しぶりです。前回の放送は第3回ミルクのラジオタイム、なんと9月放送だったんですね。だいぶ間が空いてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月はとっても忙しかったので、思い切って手帳も SNS もストップして、趣味をほとんどお休みしていました。全部ね、中途半端になると心の余裕がなくなってイライラしちゃったり空回りしたりするので、いっそのことね、休止しちゃおうっていうことで1ヶ月間お休みしてみました。結構ね、手帳の使い方っていうのが定まってきて、中途半端なページを作りたくないなっていう気持ちが強かったので、なおさらですね、手帳は書きたいけど余裕がない、中途半端なページは作りたくない、気が向かないっていうような気持ちでいました。結局ね、10月はほぼ趣味に手をつけないで、まあたまに机に向かってはいたんですが、ほぼ日手帳に戯れるっていうことはほとんどない1ヶ月を過ごしました。性格がね、両立苦手なんですね。うまくこうあれもこれもこなせる人っていると思うんですけど、自分は割とね、気持ちと時間が最高潮な時に一つのものをがっつり進めたいっていうタイプなので、まあ、本当はね、手帳を使ってこう計画的に一日の流れを作って、有意義に時間を作っていけば、時間はないことは絶対ないんですけど、割とこうタスクを抱えている時っていうのは自分の中で余裕がなくて手帳に気が向かないなっていう風になってしまいがちだったので、まあ気分が乗らないままね、机に向かうのも苦痛だったりするので、まあやる時とやらない時の差は激しいんですが、今回は思い切って1ヶ月お休みしたという形でした。皆さんは手帳と向き合う自分ってどんな感じですか？大まかに言えば、書くのが好きだったり貼るのが好きだったりするから手帳ユーザーさんなんだろうなとは思うんですが、例えば次の4つに分けたとしたらどれに当てはまりますか？4つ今から読み上げますね。1つ目、手帳は毎日使うものだから、習慣化しているから手帳を書いている。2つ目、 SNS に上げるために書いている。3つ目、生活を豊かにするために、記録するために書いている。4つ目、人に見せることを目的とせず、書きたいことを書いたり貼りたいものを貼る、自分の欲望を満たすために手帳を使っている。さてこの4つどれに当てはまるでしょうか。1つ目は習慣化しているから手帳を書いている。まあ掃除とかと同じですね。1日の中の生活にもお掃除するのと一緒な感じで、手帳を開くのがもう当たり前になっているっていう状態ですね。2つ目はSNS に上げてこういいねをもらって嬉しいなとか、コメントもらって嬉しいなとか、あとは自分が作った手帳のページを公開することによってこう達成感を得ているっていう感じですね。そういう目的として書いている場合、3つ目の生活を豊かにするために記録っていうのは、まあ睡眠時間だったり栄養だったり
体重とか体温とかそういうものを記録して自分の生活を見直すために記録として残すために手帳を使ってるよっていう方ですね。4つ目はもう人に見てもらっても見てもらわなくてもただ自分が書くのが好きで貼るのが好きだからそういう手帳を使って活動してるよっていう場合ですね。この4つどれでしたでしょうか。1つに絞るのって難しいですよね。ちょっと自分のタイプはどれかなっていうのを想像してみてください。特に何かから引用したわけでも何でもなく、なぜねこの4つに分けたかっていうと、そうなんですね、10月にその1ヶ月間手帳をお休みしている間にちょうど来年の手帳を購入するタイミングになって、来年はどんなスタイルで使おうかなとか、どの手帳を選ぼうかな、どの手帳に何を書いてどの手帳に何を記録していこうかなとか、いわゆるこの2024年の手帳会議をしたんですね。その時にまず手帳の目的から考えていくじゃないですか。例えば思いっきりデコがしたいなとか、生活の見直しを図りたいな、そのために記録残してみようかなとか、あとは自由帳並みに自分の好きなことを書いてたくさん貼って使いたいなとか、映える手帳にして SNS に載せていきたいなとか、そういった目的から、じゃあどのメーカーの手帳を選ぼうかな、どのサイズがいいのかな、ページのスタイルってどれがいいのかなっていうセレクトになっていきますよね。それを考えた時に、私自身がその手帳を使う目的が全く一つに絞れなかったんですよね。 SNS にも載せたいし、でも見られたくない記録もしっかりとって生活に生かしたいし、デコも可愛くしたいし、でも毎日はちょっときついなとか、一つには目的が絞れずに悩んでいたんですね。で、その自分の目的と当てはめて考えていくと、どうしても手帳の冊数が増えていってしまうんですよね。目的に合わせて選んだ手帳っていうのはもちろん使いやすいんですけど、1日に何冊も開いて両立して使うっていうのが難しいんですよね。ましてこの1冊の中にもいろんなページがあるじゃないですか。例えばほぼ日手帳だったら1日1ページのところと、あとは月間のページ、週間のページっていう風に、こういろんなタイプのページが合わさって1冊になってますよね。それをできるだけ全部有効活用するとなれば、複数の手帳を使っていると何箇所も開いて開き直して使っていくっていうパターンになるじゃないですか。それはね、さすがに無理だなっていうふうに思って、結局は全部中途半端になって使ってないページがたくさんある手帳が何冊も机にあるみたいなことに陥りがちなんですよね。なのでもう少しうまく使い込める仕組みにしたいなと思っていました。話は戻って、先ほどの4タイプ、1つ目習慣を実行するため、2つ目 SNS に上げるため、3つ目生活を豊かにするため、4つ目欲望を満たすため、まあ自分の好きなことをするっていうことですね。それに合わせて考えてみると、まず一つ目の習慣を実行するため、これはある程度フォーマットのしっかりした形のもの、例えば1日のトゥードゥーリストだったり、1日の目標だったり、食事内容とか天気気温などを書き込める枠がもともとあるものだと習慣として使いやすいですよね。または自分でフォーマットを用意するかですね、ハンコで枠を押して書き込んでいくっていうスタイルで、毎日続けるのであれば、まっさらよりもフォーマットがしっかりある方が続く気がします。2つ目の SNS に上げるため、これに合わせて考えると、自分が得意な部分を前面に出せる手帳を選ぶことですかね。文字が得意な人は、罫線が目立たずに文字が主役になれるような手帳だったり、あとデコるのが得意な方は、自分がよく使う素材、シールとかですね、
その大きさ、いつも使うのってこれぐらいのシールが多いなっていうのを軸にして手帳のサイズを選ぶといいかなと思います。これもね、罫線があまり主張しないものが見栄えいいですよね。 SNS に上げるっていうのは映えるのがいいかなと思うので、その辺をね考えてセレクトするといいかなと思います。あと3つ目、生活を豊かにするためで選んでる方、これは生活のどの部分にフォーカスして記録を取っていくのかっていうことにもなるんですが、生活改善として手帳を活用していきたいのであれば、もう毎日同じ項目を記録し続けて見比べながら改善点を上げていくっていうのがいいと思うので、体重とか体温、体調、食べたもの、あと寝た時間とかを記録できるフォーマットがあると続けやすいですよね。私はね、毎日全部書くっていうのが結構負担になるので、ハンコでその枠を作っておいて、そこでペンでチェックしていくスタイルをとっています。それが結構無理なく続けられるのでおすすめです。4つ目の欲望を満たすため、これはね特にこれがいいですねっていうものはないんですが、ただ思い立った時に好きなだけ使えるっていうのが目的に沿ってると思うので、日付の入ってないタイプの手帳とかノートがおすすめですかね。日付があるとどうしてももっとデコりたかったのに今日のページ終わっちゃったなとか、もっとしばらく使わない空きページが気になったりするなとかっていう風になってくるので、まあ、自由に使いたいのであれば日付が入ってないものがいいかなと思います。はい、さらっとこんな感じで目的から選ぶどんなものを選べばいいかなっていう話をしてみました。手帳選びのね参考になればいいなと思います。すでに来年の手帳を購入したよっていう方いらっしゃいますか？手帳ユーザーさんは情報を得るのも準備もきっと早いのでね、もうすでに10月頃から来年の手帳を買われた方いると思うんですが、インスタグラムとかでね他の方の投稿とか見てると、あれこっちの手帳もいいかもなとか、これもプラスワンしちゃおうかなって思っちゃいませんか？そうやってね、いろんな方に影響を受けて年が明ける前にすでにもう手帳の冊数が増えていくっていう、私は過去よくそれをやっていました。なんか他の人が使ってるものってすごくよく見えたり、自分もこんな風に手帳を使いこなしたいなっていうね、そういうのがどん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 出てきてしまって、なぜかね自分もそのフォロワーさんと同じように全部使いこなせるんじゃないかなっていう気になってきたりして買い足しちゃうんですね。でもね、冊数増やして使いこなせたことはありませんね。全くすごく途中途半端に終わってしまった手帳たちが過去ありました。せいぜいね1月の2週目あたりまでですかね、私が使いこなせたのは。3月にはもうすでにどれかがリタイアしていて開かなくなり、さらにねそれに懲りず4月始まりっていう手帳にも目が移るっていうね、恐ろしい。そうやってどん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 いろんな手帳に目移りがしてしまうんですね。器用な方は別ですよ、全然私はとても器用じゃないので、そんなね失敗をたくさんしてきました。でもこう冷静になって考えると、やっぱり冊数を増やして全部中途半端になるくらいだったら少ない手帳をふっかふかにしたくないですか？毎年ね思ってるけど、毎年同じところでね誘惑に負けがちで、同じ失敗をね繰り返してきたのでね、ここで一応話しておきますが、冊数を増やしていって全部ふっかふかにするっていうのは至難の業だと思うのでね、こう手帳を増やすということは開く回数も手間も増えていきますのでね、こう例えるんだったら、お部屋の収納ボックスが増えれば増えるほど物が増えて、どこに何をしまったか分かんなくなる状態と似てますよね。多分そんな感じですね。まあ、これは人それぞれの好き嫌い好みの話にもなるところだと思うので、一つの感想としてのお話にはなりますが、私のように両立が苦手だなとか、収納が増えるたびに物も増えていってしまうよとか、
面倒くさがり屋だなっていう、ちょっと私に似たタイプの方は参考になさっていただけたらと思います。そして手帳の冊数をね増やすよりも、手帳が有意義に使えるようになるアイテムを増やしていきませんか？例えばね、私が今必須アイテムとして取り入れているものの例としては、まず日付シート、日めくりカレンダー、フォーマット用のハンコですかね。日付シートは私もネットプリントで配信させていただいておりますが、いろんなフォロワーさんが毎月作って配信されていますね。自分の好きなデザインの日付シートをプリントしてきて、これを手帳に貼る。あとは同じ用途として日めくりカレンダーですね。今年はペーパーメッセージさんの方から購入したものを私は使っていたんですが、毎日異なった絵柄のカレンダーを日付シートのように手帳に貼って楽しむことができます。適度にねページが埋まって、毎日絵柄も異なるので、頑張ってデコらなくても華やかなカラフルなページに仕上がって、とてもね達成感があります。おすすめですね。来年は3種類日めくりカレンダーを取り寄せて使ってみる予定です。もうすでに注文はしたんですが、実際使ってみてどれが気に入るか試していく予定でいます。そしてハンコですね。インスタグラムで私の投稿を見てくれている方でしたらお分かりかと思いますが、栄養記録のチェックができる枠のハンコを使っています。卵とか肉、魚、フルーツとかっていうのがハンコで書かれているものを毎日押して、でその日取った食材にチェックを入れていくっていうのをやっているんですが、一つ一つ手書きしていくよりも手間が省けて見栄えもいいのでおすすめです。はい、というわけで手帳についてお話ししてきました。皆さんはどのような視点で手帳選びをされていますでしょうか？何か一つでも共感を持ってくれたら嬉しいです。個人的に今のね、私の悩みとしては、いかに冊数を増やさずに自分のスタイルに合った手帳使いができるかっていうところ、限られた手帳の中にね自分の記録したい内容をうまく組み込みたいなっていうふうに、どうしたらいいかなっていうのを今考えているところです。あとこれはずっとそうなんですが、見栄えを気にしない手帳っていうのを持つのが私の中では結構課題で、こうとっさに出てきたことを書き込んだりとか、そういうことをする手帳を今持っていないんですね。どうしても綺麗で見栄えのいい手帳を作り上げたいっていうのが先行してしまって、例えば日々の予定だったり、やることリストだったり、なんか生活の中で起きたことの記録っていうのは見栄えを気にしないで、その都度気楽に書き込める方が有意義だと思うんですけど、それがねなかなかできなくて、どうしても手帳の使い方がね記録メモっていうよりは作品としてね捉えがちなんですね、私は。なので見栄えを重視した作品としての用途と、あとは日常書き込みスタイルとして使い分けをね、この2つできるようになれたらもっと生活に生かしていけるのになっていうところが今課題ですね。はい、聞いてくださり皆さんありがとうございます。私も毎年この時期、来年どうしようかなって悩んでいるんですが、皆さんの手帳の使い方だったり選び方だったり、悩んでいること、うまくいったこと、あとは迷っているアイテムとかねありましたら、お気軽にお寄せください。公式 LINE からのメッセージだったり、インスタグラムの DM でも、どちらも定期的に確認していますので自由にご利用いただけます。はい、少し前回の放送から間が空いてしまいましたが、ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。またね、あと少しで今年も終わってしまいますが、来年の手帳についてもね今たくさん悩める時期だと思うので、少しでもこのね同じ趣味の輪が広がって、好きなこととか悩んでることとか共感しながら、趣味についてたくさんいろんな意見交わしながら、
楽しい交流ができたらいいなと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。ではこの辺で皆さん、ミルクのラジオタイム第4回を締めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。ではこの辺で失礼します。ミルクでした。